はい、おはようございます。本日も順調よく入荷しております。まだまだね、暑い日が続いておりますけどもね、今日は本当にたくさん入荷しております。今日はですね、特に池ハモですね、湧いております。むちゃくちゃ湧いております。さあ行きましょうか。まずね、こちらの方山口県から、そして四国は徳島、そして愛媛、香川県と各地からそれぞれ入荷がしております。こちらの方はね、相場的にもだん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 下がってきております。一度ね、こちらの方中身を見てみましょうか。最後、こちらの方はね、私ども加工場の方でね、きれいに調理して骨切りまでしております。さあご覧ください、どうぞ。はい、とてもね、きれいな状態で仕上がっております。こちらの方はね、湯引きにしていただいて、酢味噌、また天ぷら、フライなのでね、召し上がってください。とてもいい状態です。はい、こちらの方もね、たくさん、各スーパー、百貨店、またお魚屋さんで、販売されると思います。とてもね、たくさん入荷しております。ぜひね、食べてみてください。相場も安くなってますんでね。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、こちらの方行きましょう。はい、前回もですね、ご案内させていただきました、サワラです。抜群です。今日もね、シナモン確認させていただきました。こちらの方はね、中央市場の方1時ぐらい到着でしたね。刺し網漁ですけどもね、とても鮮度のいい状態で届いております。さばいた時にね、すごくこう脂があって上品な身質しておりました。こちらの方はね、もちろん、炙りお作りでね、召し上がってください。むちゃくちゃ美味しいですよ。はい、そしてこちらの方ですね、なんと久しぶりに、タチウオが入荷ありました。九州は熊本の方から入荷ありました。はい、ご覧ください。そしてもう一つですね、こちらの方行きましょうか。よし、こちらの方はですね、宮城県の方からも入荷ありました。こちらの方はね、定置網ということでね、ちょっと擦れてるんですけども、実はね、中身は脂が乗っていてすごく美味しいお魚です。こちらの方もね、炙りとまたお作りで、そしてまた塩焼き天ぷらで、召し上がってください。むちゃくちゃ美味しいです。脂乗ってます。はい、こちらの方参りましょうか。こちらの方はね、愛媛県の方から入荷ありましたニベです。はい、ご覧ください。こちらの方はね、お刺身でもできますけども、おすすめはフライです。はい、美味しいですよこちらも。はい、続きまして高知県の方からですね、シイラです。鮮度のいい状態で届いております。こちらの方はね、少しサイズの方はね、今回ちょっとちこいんですけどもね、こちらの方ちょうどこれぐらい、片身でよきれぐらい取っていただいて、まあ、あのフライがおすすめですね。もちろんお作りでもいけますよ。はい、こちらの方参りましょう。前回もね、ご案内させていただきました、天然鯛、美味しかったですね。今日もね、兵庫県、また岡山の方からもね、順調よく入荷しております。今日明日とまたね、店頭にたくさん並ぶかと思います。前回もね、案内させていただきましたように、お作りで召し上がってください。はい、そしてこちらの方も大量に入荷しております。高知県は大門畑ですね。はい、ご覧ください。とてもね、よく超えております。はい、こちらの方ね、煮付けですけどもね、
薄造りにしていただいて、お作りさっぱりどうですか。いけますよ、こちらの方。はい、だん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 入荷量が増えております。さあご覧ください、メバルですね。石川県の方からもたくさん入荷しております。大きいサイズですね、ご覧ください。さあどうぞ。こちらの方もね、お作りです。お作りではね、とても歯ごたえのあるいい食感してます。すごく美味しいです。まあこちらの方ね、大体まあメバルといえば、まあ、煮付けなんですけどもね、こちらぐらい大きいサイズであれば、お作りがおすすめです。美味しいですよ。はい、こちらの方中サイズ、そしてまた小サイズと、そしてまたメバルですけども、青森の方からも入荷しております。はい、さあこちらの方行きましょうか。はい、夏のお魚ですね。香川県の方からキスが届いております。とても大きいキスですね。こちらの方はね、天ぷらです。むちゃくちゃ美味しいです。まあ、夏といえばね、キス天ぷらですね。美味しいですよ。はい、こちらの方行きましょうか。さあご覧ください、こちらもね、石川県の方からアマダイが届いております。たくさん入荷しております。はい、まあこういった感じでですね、海の方もぼちぼち落ち着いてきております。順調よく入荷しております。皆様のね、ご家庭ご家族に笑顔で豊漁になりますように、一生懸命頑張ってまいります。今日の案内は以上です。どうぞ。おはようございます。今日はこちら千葉のイワシ入りました。今日はもうこれ丸々太って鮮度も抜群で美味しいと思います。フライとかそうですね、何にしても美味しいと思います。このイワシ昨日実はちょっと買って持って帰ってさばいてみたんですけど、脂ノリノリでした。まあ、これから本当に魚が良くなるので楽しみにしています。以上です。はい、おはようございます。本日の、商品案内です。紅ズワイですけど、まあ、パックで、まあ、スーパーとかこういうのは店頭で並んでいます。で、まあ、カニの身紅ですので、まあ、カニ玉とかそういう風なんであんかけしていただいて食べていただいても美味しいですし、サラダに入れていただいても美味しいです。まあ、ほぐし身はサラダでいって、で棒の方とかは天ぷらとかそういう風なして食べていただいても美味しいです。はい、以上です。はい、今日も頭を、水野さんにおろしてもらいましょう。まずは生の際だからおろしてもらいます。水野さんお願いします。前回もね、ちょっと動画をアップさせてもらったんですけども、その時コメント欄でね、目玉は取らないんですかみたいないただきまして、今回はねそのリクエストにお答えして目玉も取るところを見ていただきましょう。まずは頬肉を取ってもらいます。そして次は脳天ですね。そして反対側の頬肉、この頬肉もね、焼いてもらったりフライにしてもらったりね、食べていただいたらかなり美味しくいただけます。もうお肉と間違えるほどのね食感を味わえますんでね、お肉よりヘルシーですし、タンパク質も豊富なんでね、今目玉取ってもらってます。出てきました、鬼太郎の目玉親父みたいなこの目玉ですけどもね、これねコラーゲンたっぷりで美容にもかなりいいです。これはね煮付けで食べていただくと、す
ごく美味しいですね。魚は目玉が一番うまいっていう人もいてぐらいでね、このとろみがあってかなり味わい深い味となっております。初めて見る人はねちょっと気持ち悪いかもしれませんけども、まあ、マグロの目玉まだねちょっと可愛い感じで、次はインドマグロをおろしてもらってます。これは天然のインドマグロですね。またはあの南マグロとも言います。それの頬肉です。イリオテなんか行きますとね、天然のインドマグロは本マグロよりも重宝されるところが結構ありますね。脂が何とも言えない甘みといいますか、上品な脂で、一度食べるとあこれ本マグロより美味しいでっていう方もねかなりいらっしゃいます。以前勤めてた僕のマグロ屋の社長もね、本マグロよりもインドマグロの方が美味しいって言ってましたんでね。貴重なインドマグロの頬肉を、これも肉厚ですね。お肉と間違えるような頬肉です。これさっと炙ってね、たたきにして食べていただくとお酒も進んでかなり美味しくいただけるんじゃないでしょうか。さて今度は、インドマグロの目玉を取ってもらってます。これもコラーゲンたっぷりでね、美容にかなりいいです。なんかアトピーにもいいとかっていうのを聞いたことがありますね。だからアトピーのお子さんをお持ちのお母さんがよくマグロの目玉を探して求めてやってきます。効果のほどは分かりませんけども、これがインドマグロの目玉です。ミグロさんにさっとおろしていただきました。これを煮つけて食べるとかなり美味しいんでね、前回の、コメントにお答えして今回は目玉を取らせていただきました。また次回楽しいことをやりますんで、またよかったら見に来てください。今日はありがとうございました。